エスキップ4自由席往復割引キップとは、北海道旅客鉄道、四国旅客鉄道が発売する特別企画乗車券。2015年3月13日までは、東日本旅客鉄道でも扱っていた。指定された区間において、比較的近距離の区間の往復に新幹線あるいは、特急列車の普通車自由席が通常より安く、利用できる。 札幌駅から2時間以内程度で移動できる区間との間を中心に道内の比較的近距離の区間で設定されている。対札幌の移動において高速バスとの競争が激しく、それに対抗する手段として発売しているため多くの特急利用者がこの切符を使用する。通常運賃料金のおよそ3割から4割程度の割引率である。 JR 北海道の指定席券売機、緑の窓口及び旅行センターにて通年発売。有効期間は購入から6日間で、子供料金は通常の半額となる。一部は到着駅でレールレンタカーが利用可能である。別に指定料金券を買い足せば、指定席、グリーン料金券を買い足せば、グリーン席の利用が可能になる。 かつては一部区間においてスキップが4枚綴りの回数券タイプになったエスキップ4が設定されており片道あたりの金額は通常のエスキップよりやや安く有効期間も発売から3ヶ月間と長かったエスキップ4については北海道新幹線の開業と同じ2016年3月25日をもってすべての区間で発売を終了した途中下車は 全都無効。事故や、公転などで到着が定時より2時間以上遅れた場合には、懸命に記載された、特払いの金額が払い戻しとなる。札幌市別、札幌市内なよろに関しては、旭川駅での乗り換えに限り、二つの特急列車を乗り継ぐことができる。また札幌フラノは、滝川経由根室本線あるいは、直通列車のみ、利用可能で、 朝日川経由フラノ線の利用は不可。S キップの設定区間がある区間は S キップのみ、発売し、がない区間は S キップ、S キップ4の両方を発売していた。2009年3月31日以前の設定区間2015年3月31日、以前の設定区間2016年3月20日、以前の設定区間2016年3月,日年3月25日、 以前の設定区間新潟県内に設定されている。取り扱いは緑の窓口及び旅行センターにて通年販売だが指定区間ごとに発売箇所が指定されている。有効期間は4日間で、小2運賃は通常の半額となる。なお、新幹線 W 切符への移行に伴い、2015年3月13日で発売終了。 3月16日で利用終了となった。設定区間については S 切符の設定区間をそのまま引き継ぐ。お得な切符 JR 東日本ホームページ、徳島駅、高松駅、松山駅、伊予市駅、高知駅を起点に設定されている。往復券と4枚回数券があり、設定区間は異なる。取扱いは j r 四国内の緑の窓口及び、 ワープ支店、旅行センターにて、通年販売。有効期間は、往復券が4日間、4枚回数券が3ヶ月間。子供料金は、通常の半額で、大人の券1枚で、子供が2人まで利用可能。2022年3月をもって一部の区間は、発売終了し、残りの区間は、価格改定の予定。往復券のみの指定区間は、 4枚回数券のみの指定区間は2022年3月で発売終了和で示す。お得な切符のご利用案内。北海道旅客鉄道株式会社。2021年1月21日閲覧。北海道新幹線開業に伴うお得な切符の設定、見直しについて。北海道旅客鉄道株式会社。 2021年1月21日閲覧お得な切符の一部見直し等について特別企画乗車券の見直しについて出展交通新聞社発行大型時刻表2016年3月号時刻表の特特5ページと特特10ページより特特切符の一部発売終了及び価格改定のお知らせ四国旅客鉄道 2021年12月24日。ありがとうございます。